はい、皆さんこんにちは。それではですね、今度8月1日に新宿Lタワーの方で始めていく、これ期中者向けってことになるかな、2年生向けの論文実践力完成講座っていうところに皆さんぜひ来ていただきたいと思ってるんですね。じゃあ一体ここで何をやるかってことね。で、最近の論文どうでしょうか。一時期と違ってちょっとまた今年揺り戻しっていう感じがありますよね。一つは何かというと、なんか担当チックになったかなって、また戻ってきた感じがしますよね。で、その一方で商標なんかは今年の公表論文見ましたか、どう書いてあったかなっていうと、論文実力を問うって書いてあったよね。ちゃんと論点だけ上げていってもダメってものがあるわけです。で、これは問題によって違ってくるんだよね。じゃあこれからどういうことをやると論文ってできるんだろうかと。じゃあなんで論文って言うんでしょうかね。これ法学部なんかではよく言うんですよ。なんで論文というのかと。論文論と言ったら何かってことね。まず一つ目、論点を上げること。ただ論点といってもこれ項目です。問題文から見て何を書いてもらいたいとかなと誘導しますよね、ある程度今の試験って。で、その場合についてまずこれを上げること。ただこれって担当的な思考があるならば上がります。まずで間違ってはいけないのは答えですね。その場合って答えをこれ間違ってはいけません、担当的思考だからね。でもこれっておそらくここでやらなくっても担当基礎力完成講座とか私やってるコンプリートってやつをやれば多分できるかと思うんですね。で、それを前提とした上で次、じゃあ上がりましたと。特に今年の試験だと、例えばね、マイクロフィルムって観光物ですかと聞かれていたんだけど、あれはなぜ最高裁まで行ったのかな、あんなものってなぜ地裁で終わらなかったんでしょう。で、これはやっぱし問題があるからでしょ。で、それを含めてちゃんと論証ができるかってことね、論文実があるかと。だから論文の論って言うんです、2つ目。で、これはちゃんとしたピースがちゃんと集まってるかどうかによって変わってくるわけですね。このピースの論理力をつけるってものはどうやって昔からやってるかというと、これ司法試験含めてずっとやってるのが論証ブロックってやつです。で、これは今年初めて作ったんですね。で、これに基づいて説明していきます、論文で論証ってね。で、これがあると多分ピースについての論証は書けるわけです、これね。で、次じゃんでやるのは何かというと、これを踏まえた上で論証を作るんだね、流れです。ただこれがある答案ってまずないんですね、見たことがない。しかしこれがあるとよく言うんだけど、論文の一番最初の論点が1つ2つ落としていたとしたって受かるんですね。これがやっぱり違うところ、本州のところね。で、これが違う。で、これ見てもらいたいのは私の答案見てもらいたいと思っております。で、一応、一般的な答案と私書いた答案を見ていただいて比較してもらいたいと思ってるんですね。で、おそらくちょっと違うと思うんです、そこはね。で、昔の合格者ってこんなことで書いていましたかねってのはよくわかるかと思うんですよ。で、ちょうど今再定義やってる人って私と大体同期合格がね、あるいはかつて昔私が教えた1期目か2期目の人がやってるんです。今年10人ぐらいいたかな、試験員としてね、いるので大体同じような思考でやってるはずなんですよ、ね。そして今年の問題で見て皆さんどう考えたかな、来年以降どうなるのかな、あれは簡単でしたかね、難しかったでしょうかね。いろんな話を聞くと今年は難しかったと言うんですよ。だけど私から見ると今年は去年から見たら簡単だったというイメージが強いんだよね。この違い一体何でしょうね。多分こういうところがないんじゃないの、論述がなされてるかっていうのをね、もう見た瞬間に論点は一応分かるわけです。担当的に書くことは分かるわけ。ただその後にちゃんと一個一個それを言葉として書けるかっていうところね、それは多分ないから止まってしまったとか実は難しかったのだってことになるかと思うんですね。で、それがあるかっていうところがまず一つのポイント。あともう一つ、商標みたいなものは抽象的な問題が出ました、ね。で、この場合についてちゃんとした文章を含めて書けるかっていうところがね、どこまで書いていったら良いのか、まあ、それも含めて、まあ、書くのはこの問いを見てもらいたいと思っています。この2つね、これを中心としてやっていくっていう講座になります、ね。したがってこれさえちゃんとやっていただければ少なくてもね、論文は今年去年385だったよね。今年からもう少し減るかもしれません、また増えるかもしれません、これは分かりません。ただし一般的に減る傾向にあるでしょう。それ減る傾向にあったとしても揺るがない力があれば絶対これって試験って受かるんですね、そこはね。で、そういった意味で上位合格を目指していきましょうっていうことよりも、まあ300を超え下回っちゃうとね、そもそもね、まずなかなか受かりにくいんです。やっぱ800とか700の時代ではないです、違ってくるとなるので、そういった意味ではまず受からなかったらいけないね。そのためには何回受けても絶対受かるっていう合格者じゃないと、これはちょっと困るんですね。たまたまはなかなか言いません、これからはね。で、そういった意味ではこれから論文の問題も含めてかなり難しくなってくるでしょうから、どんな問題が出ても解けるっていう力をつけなかったらいけません。
本当一番いいのは過去問をちゃんと徹底研究してるってことが一番いいんだね。ただそれができてるかというとできていないんではないでしょうか。でそれも含めてこの佐藤答案というところを見てぜひね検討していただきたいと思っております。で1回目の、ガイダンスじゃなくてこれはもう本講座になっちゃうんだけど8月1日にデルタバーでやりますんでお時間のある方はぜひこれ多分無体ができるはずなので来ていただきたいと思っております。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。